よし。ああ。できてるかな。さーて。さあ、まあ、ね、アサインメントとコンセクエンスかな。は、ステルスメインのゲームだったけど、ザ・エクセキューショナーは、バリバリ戦闘メイン。これまでの鬱憤を晴らすかのごとく。サイコブレイク、ザ・エクセキューショナー、やってくぜ。イエーイイエーイ。おほほ、ガタガタ動いてますよ。ニューゲーム、メビウスファイルのミッションをクリアしていくことが娘を探す近道。ステムでの実験、実習実験を継続。ルビクユエン、エンコの男と娘を使い、レスリーによる装置脱出のプロセスを検証する。あ、ルビクの関係者なのか。主人公は。ステムにつながれて戻らないあなたの娘を救い出すには、自らステムに接続し中で他の被験者を全員殺すしかない。ハゲてる。あ、こいつじゃないのか、主人。そこへは違う体で行くことになる。でもその方が都合がいいはずよ。ステムの影響で彼女もやがて記憶を失い怪物になる。そうなる前に救い出すこと、可能なサポートはするわ。顔面超光ってる。おおおお。好きなものになれるってこと？まあ、好きなものっていうか、まあ。完全にね、あの金、あれですよ。おほほ、おほほ、おお。メビウスからの指令書01、メビウスからの指令書01、同調成功確認。最後に送り込んだ男と金庫形状の頭を持つクリーチャーで同調同化を試みた。経過を観察、その成功を観察し、確認した。以降、ファイル伝送による指令及びサポートを行う。ガーン！洋館へ向かえ。おお、一人称してんのね。おお、別ゲーだよ、これも。何ができる？あ、RB でしゃがむ。あ、こっちでダッシュね。あー、なるほど。他のボタンは？ A ボタンは特に何もなし。X。あ、Y ボタン攻撃。あ、B つかみ。なるほど。一連の操作は分かった。ダーン！おほ、つかみか。よっしゃー。あ、モンテッドだ。ほう。なるほど。おいしょ、おいしょ、ほいしょ、おれー。
ほうほう。俺。なるほど。すごい。すげえ飛んでった。それ。倒れピオリでフィニッシュ。なんだ、倒れピオリって。もはや別ゲート化したな。いいですね。いいですよ。こういうのでいいんだよ、こういうので。この圧倒的パワー。娘を探せ。娘、だいぶ娘の書き置き、パパへ。先生はパパが後で私を助けに来るって言ってた。いつ来るの？早く来て。化け物がいっぱいいて頭がおかしくなりそう。おおお。この人たちは生きているの？死んでいるの？本編同様。あ、ここセーブなのね。はいはい。お、金庫がある。おお、おお。あ、なるほど。強化していくのね。ダイナマイト。あ、最大体力。あ、防御力。ハンマー。結構いるなこれ。武器の切り替え、武器の切り替え。おお、鉄線。なるほど。はい。おお。ああ、回復アイテムか。基本でもダメージ受けないように立ち回るっていうのが重要なのかな。一人称視点だから結構側面とか背後の攻撃には気を配るか。おおおお、あっ、ステップもできる。間違えた。うん、あっ、あっ、あ、なんかやってる。娘がなんかやってる。あっ、おお、ほう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 。娘の書き置き3。この目で見た化け物を倒している人がいる。彼のところに行ってみるの。パパのこと知ってるかも。悪い人だったら困るから手紙と私の宝物を隠していくわ。化け物を倒している人がいる。メビウスファイルを探せ。ファイル。あ、間違えたね。ああ、ダメか。あ、なんかある。これか。メビウスからの指令書02。CB212 殺人犯を殺害しろ。ルビクがレスリーの肉体をより代にステムから脱出したと、推察する事件を受け、今回父と娘の被験者を使って再現を試みることになった。娘がステム内から脱出できるかが再現の重要な第一段階ということになる。成功に導くため、その父親であるお前は脱出の邪魔をする者を排除する。それが役目だ。現在 CB212 殺人犯が娘に接近している。それを殺害し、その影響を検証せよ。尾行。ステムは被験者の記憶を段階的に、奪い、人格や容姿を変貌させ、支配を貫遂する。貫遂する。CB212 殺人犯はステムによる支配の過程にあるが、すでに危険な状態と言える。
外部からステム内部へのトラッキング及び伝送は、誤差、時間差が生じるため、異変には自己判断で対応するように。接続状況7名、少女、刑事、双子の弟、殺人犯、精神患者、元傭兵、少女の父親。ほほ。ああ。どこだ。おお。おお。ほほほ。なんでもできるな。娘の鍵置き音。殺人鬼。あの人は自分が殺人鬼で化け物を殺すのが仕事だって言ってた。強力な武器が欲しくて私に使えるものを探させたのに役に立たない小娘だと怒鳴っていっぱい殴られた。逃げたら殺されるかも。逃げなくても殺されるかも。なんだと？娘に手を出すとは許せん。どこだ殺人鬼。どこだ殺人鬼。そこにいるな。おら。どうしてほしい、ほら、どうしてほしい、ほら、ほら、ほら。この野郎、ほら、フィニッシュブロー。本性を現したね。家族を助けるためなら、ここか。CB212、俺はどこだ？出てこい。これか。CB212、殺人犯の記録。こんな話聞いてねえぞ。奴らは反応が悪すぎて全くつまらねえ。ふざけるな。02、あの豊島の女と遊んでた方がよかったな。03、驚いたことに小娘に出会った。正気のやつは何人いるんだ。04、あの肉屋の娘だって。誰だよ、知らねえよ。父親もつながれたのか。05、しょうがねえから俺の手伝いさせてみたが役に立たねえ。 06、なんだ、誰かが俺につぶやいている。07、脳髄をすすれとか俺の心を見透かしてる気か。08、おい、俺に命令するな。09、あの小娘はどこだ、近くにいるはずだ。10、怒りが収まらない、奴にそそのかされたな。11、騙された、裏切られた、他のことはもうどうでもいい、殺す。いきなりですね、本性を表しやがったな。サディストを殺す。今さら雑魚にな。雑魚に。どこだ。そこか。やっほー。
きなり出てきちゃうサディスト。はい、じゃあふんふんふん、はい、じゃあくそ、雑魚まで出てきやがる。ちょっと具が悪いか。おお、あ、いた。ふん、いやいや、それよいしょ。それ。痛い痛い。て、バシュン。スリー、スリー。お前そっち行ったのかよ。ふん、あれ、痛い痛い痛い。トーラバー。ふんふんふん、ドーン。うん、口ほどにもないな。あ、戻ってきた。おお、チェーンソーが購入可能となりました。あ、血塗られてる。やんけ。チェーンソーいくらだろう。おお、チェーンソー、イエス。ダイナマイトも買っとくか。あー、1足りない。体力増やしたいな。体力と防御力さえ上げとけばなんとかなるような気がする。よし、ああ、ホーンテッドを倒してコインを稼ぐ。おお、バトルエリア、そういうのもあるのか。メビウスからの指令書03。メビウスから、CB207、双子の弟を殺せ。殺人犯を殺したことを機に娘の記憶の消失傾向が鈍化したことが確認できた。これは影響力の消失によるものと、推察でき、良い傾向だ。そして現在、我々で彼女の移動を確認した。接触が見られる被験者、CB207、双子の弟を殺すことで、ステム支配の進行と、記憶の保全状況を分析する。尾行、ステムの支配にあるものは中継点の役割を果たし、波長発信、行動を問わず、周囲の残存した記憶や意思などを奪う行動に出るということがこれまで確認できている。
ステムの支配機能を強固にする補完機能だが、これを機に確認できたのは成果だ。記憶が任務の、状況、記憶が任意の状態で安定的に被験者をステムから戻すには、中継点の消失時、何が起きているかを実験と解析をより進める必要がある。そこか。ちょっと強化するか。ホーンテッドバトル。どこ？あ、いた。ああ、めっちゃ滑ってく。おお。超滑ってくるこいつら。おおお、あ、こいつら自爆するのか。で、だいぶ死にかけだけど。終わりか。あ、これ何回でもいけるの？とりあえず体力増やしておこう。体力と防御力を上げておくと。お、
チェーンソー使ってみる？おほほほ。壺とかの中にもやっぱりあんのかな。どういう原理でワープしたんだよ。娘の書き置き後、みんな化け物になってしまうの？背の高いおじさんが迷子で困っていたから一緒に歩いたの。どこから来たか思い出せないんだって。見えないお兄さんにいつも話しかけてるから怖くなって逃げたら追いかけてきて化け物の姿になってた。私もそうなるの？変なことが多すぎてここに来る前のことがずっと前の昔のことに感じる。もうやばいじゃん。いる。あるな。CB207、双子の弟の記録、みんな迷子。兄ちゃんとお出かけ嬉しい。かくれんぼしてたら迷子になった。僕より小さな女の子がいたから泣かないで遊んであげたの。お家に帰れるように一緒に歩いたよ。でも女の子が途中で走り出したからいっぱい追いかけっこした。また女の子は迷子になったのかな。いなくなっちゃった。いつの間にか僕は大きくなったみたい。お兄ちゃんと比べなきゃ。僕を呼んでる。誰？兄ちゃん？お化けの格好のお化けがいる。おもちゃがなくなった。兄ちゃんと遊ぶのに。わあ。全員を倒せ。おお。だ。なんだお前ら、邪魔ですよ。うわっと、痛い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 。
痛い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 。吹っ飛ばされた。それ。まるで聞いてねえな。間違えた。いってフィニッシュブローやってる間にやられるっていう。うわー、なんだって。一旦こっちに引き寄せた方がいいのかな。なんだお前ら。結構回復アイテム潤沢に出る。痛い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 。こっちにもあんじゃん。あー、結構いろんなところに。痛い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 。あ、こっ、いっち、あかん、ぐだってる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 。ここに、うん、これか。ああ、外した。
よし。雑魚がすげえ面倒くさい。すげえポイントもらえるなこれ。ショップで弾薬の最大所持数の最大レベル。弾薬？弾薬なんて要素あった？あった。CB204、刑事を殺せ。双子の弟を殺したことでお前の娘の記憶喪失への進行は遅くなった。また一方で彼女以外4名の被験者はステム支配がさらに進んだようだ、この館で現在地が確定しているものは残る刑事だけだ。該当するエリアに侵入し刑事を殺せ。尾行、ステム支配にあるものを殺し、その影響を排除することで記憶が守られるかどうか現段階では推測の域を出ない。全体の記憶保全低下には未知の要素の影響が考えられる。徘徊傾向にある彼女の行動の、観測と想定にない現象に気を配る必要がある。体力上げとくか。体力と防御力は。よし。びしょびしょになってる。ちょっと強化しとくか。フィニッシュヒール。あ、間違えた。掴むつもりが長い。フィニッシュで倒してる。
構地道だなこれ。所持数が増える、耐久値、あーなるほど、特に変えるものがなかった。壊せないのか。どこ？めちゃくちゃだよ。私は大丈夫。メガネをかけていても話せる感じじゃなかった。あの人の笑い声が頭の中でぐるぐる。あの人はもう自分が誰だかわからないんだわ。自分を見失わない秘訣はここから出たら何をするか考えること。メガネをかけていても。そういえば自分がどうやってここに来たのか記憶が曖昧だわ。確か治療でパパと喧嘩したんだっけ。私が治るかもしれないのにルベンは信用できないって。それから私が勝手に
ルベ。なんだこの暖炉は。おお、ゲット。うわ、紐。ということだ。どっかに椅子かなんかないかな。あ、でもこれ持てるタイプの椅子じゃない。しゃがんでいけるかな、あそこ。お、いや、こっちはあるか。ダメか。あー、なんかオブジェクトがない。しゃがんで通れるかな。無理くせー。あ、いけたー。いけるんかい。おい、あ、ここに戻ってくるのか。なるほど。そしてこの館のあれももう終わりっぽいぞ。じゃあ行くか。教会用の。結構溜まったな。よし。うん。
CB204 刑事の記録フェーズ5。フェーズ4においてこの刑事はステム支配による自己の喪失と回復を繰り返していた。自殺衝動による自傷行為未遂を含めこちらで計4回計測、また繰り返す過程で容姿の変化が断続的に起きた。現在回復状態から一転自己喪失状態に状況にある。ステム支配での意識の流入が起きている。記憶の混乱と言語機能の低下を確認している。ジョセフ、オデを殺せってなってる。ジョセフそこか。逃げんじゃねえ、ジョセフ。めっちゃあいつ走って逃げるな。すっかり悪役顔が板につきましたね。ほれうえっ、うん、ゴリ押しですよ、ゴリ押し。あ、火炎瓶。あ、最大レベル。あー、ぐらいあるんだけど。よし、体力最大。さらに奥へ。結局ジョセフはあれ死んでんのかな。どこに行く。娘の書き置き8、先生に久しぶりに会った、目の前の道を前に進めだって。先生って誰？あ、ここって。うわー、びっくりした。わーっと
このワープに何の意味が。ちょっとだけ続くんじゃ。たくさん怖い目にあったはずなのにあまり思い出せないから今は楽。もうやばいじゃん、もう書く量少なくなってきてる自分以上。メビウスからの指令書05CB205 元傭兵を殺せ。娘の記憶消失の進行は刑事を殺したことで前回と同様にやや遅くなったが、やはり他の被験者のステム支配は今まで以上に進んだ。そこで何が起きているのか手がかりがもっと必要だ。時を同じくして館に通路が出現し、元傭兵の所在が確認できた。間近の被験者 CB205 元傭兵を殺せ。被験者殺害を繰り返すと彼女が唯一の記憶を残した被験者となるが、記憶がほとんど残らない可能性が高い。尾行。館で新たに出現したエリアはルビク由来のものが確認でき、その関与が考えられる。ステムのどこかにまだ彼の意識が残っているのか、彼女の移動経路が直線的で我々の観察範囲の外へ動いているように思える。これがルビクによるものだとするなら彼女の行動は説明できる。過去の勧誘事例や被験者の目撃と思われる記憶との、照合を進める。うん、ああ入ってく。の前にちょっとこっちやっとくか。あ、ここでやるんだ。結構出てくる。
うわ、結構もらえた。よし、いいね。今日かな。防御力だな。レベルアップ。どうしよう、パパとママの名前がとっさに出てこなくなることがこれで5回目。多分こんなに大切なことが頭から消えていくなんて、私の腕にタトゥーを入れてほしい。え？てかめっちゃ殺しまくってるけど、これ娘がやる。系が出てくるんだよ。もう本編にもあったな。ねえ、先生はパパのことを覚えているの？雑魚戦が一切なかった。スピードは別にあんま困ってないんだよな。攻撃力上げた方が良さげか。80いるもんな。でもCB205 元傭兵の記録。この世界はここにいる。何日いるんだ。少しも眠くならないが、腹が減って喉が渇く。ここのやつらは頭の中が空なのか。そんなやつらで戦争でも始めるのか。みんなやつらみたいになれば平和になるってか。気味が悪いな。フードの男が遠くで俺を見ている。ルビックじゃん。幻覚かもしれんがどうでもいい。ささやき声が聞こえる。脳を食べると飢えが収まり、全能感が訪れる。これは俺の本能か、奴が言ったことかもう覚えていない。あの歯ごたえ、舌触りが忘れられない。脳が欲しい。俺も同じだ、奴らと。さ
サディスト RPG を倒せ。またここかよ。うわあ。とんでもないもの持ってきた。いやいやいや、普通そんな RPG、そんな打ち方できない。RPG をそんなアホみたいな打ち方するんじゃない。どうやったらそんな打ち方できるんだお前。ですけどね、初見さん。あ、あいつやりやがった。いた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 。この野郎。お前結局チェーンソーかよ。アイデンティティを捨てるな。結局アイデンティティ捨てちゃったよ。お前のアイデンティティ RPG じゃなかったのかよ。終わった。めっちゃもらった。うわーうわ、ロケットランチャー購入可能って、もうめちゃくちゃだよ。なになに、サディスト RPG っていうよりも最後 RPG ですけど、チェーンソーを振り回し始めましたが、よし。うわぁ、80! 唯一の遠距離武器が RPG ってのか。よし、通常移動上げとくか。CB210 精神患者を倒す、殺せ。元傭兵による影響の消失が確認でき、お前の娘と精神患者の位置を捉えることができた。娘のステム支配が急激に加速している。支配の完了を観測した時点で彼女の救出は終わりになるだろう。この辺りにいる CB210 精神患者を殺せ。尾行。ステム支配の急激な加速は精神患者によるものか、ルビクによるものか。ルビクの存在を示す記録はあるが、直接確認できていない。被験者を減らしていく過程で、その確信に近づくことができるのではと、過去の事例から推測する。娘の記憶喪失の進行は免れないが、今件でこの流れを打開する仮説の実証も手に入れている。伝送の状態が地下に行くにつれ、不鮮明になっている。殺害対象は対象を含め、残る2名であるが、細部を捉えることが、細部を捉えることが難しい。2名。
震えが止まらない。パパの顔が思い出せない。私が私でなくなっていく。手足のがいっぱいの化け物が歩いていたら食べられて楽になろうと思ったけど、パパに会いたい。会うまで死ねない。消えた。はいはいはい。ははは、待て待て、諦めろ。はい、おお、ちょっと待って、なんだよ、あそこの中入らないんだい。だんだんマップの構成が雑になってってない？精神患者の記録、感謝を込めて。私と私たちはこのステム計画に賛同し、全てを捧げる思いだ。頭に流れ込む何者かの意志に興奮を禁じ得ない。私の指針に大きな変化が。痛みもまた深海の実感だ。今喜びを全身で感じている。私のあるべき姿に近づいている。提案、いや要望です。右手はあと2本、あるべきと思うんです。想像以上に乾く。頭が、脳が欲しい。食べる、食べて世界で唯一思考の存在になる。わあ、アマルガムアルファの構成。ああ、こいつか。え、こいつどうすんのこれ。あ、おお、わあ、ああ、なるほど。ああ、最初からも。痛い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 。どう？
前な、お前関係ねえじゃねえかよ。すげえコントロール。うわあ。ああ終わった。弱っ。ちょめっちゃもらった。あ、攻撃力の最大レベルが変える、やったー。もうゴルは一人。娘を探せ。攻撃力マックス。メビウスからの指令書07、新たな局面。かすかに捉えていたルビクの反応が消えた。にもかかわらず娘のステム支配への進行が止まらない。ルビクの存在がステム支配の直接的な要因ではないとすると、残る最後の被験者に何かが起きていると考えるのが妥当だ。お前を疑っている。接触をしていないな。娘を基準にファイルを伝送しているが、地下エリア以降お前の位置が不鮮明な状況だ。殺人鬼か。お、あ、ジョセフー。え、ジョセフ死んだのこれ。いやでも待てよ、ジョセフだけ違うよね。ジョセフだけだってなんか綺麗だもんね。やっぱなんかジョセフだけ別っぽいな。なんか死んでるのとは違くないか。先生どこに行ったの？誰もいなくなった。あれ？ああ、これだからプレイヤーか。肉袋があるってことは多分違うんだな。まだ生存っていうか
死んでるわけではないってことだな。もう私のそばに来ている。さよならみんな。パパごめんね。なんかスープラクトンみたいになってる。めっちゃ投げやりみたいにもらえるの。最後の方50枚とかもらえるの。そんなにもらって、
か RPG なぁ。 RPG あ、RPG あとかダイナマイトと火炎瓶準備万端。なんだよそれ、ブラック。メビウスからの指令書08、お前を殺せ。要因の確証より今回の検証が最後になる。娘にとって結びつきの強い肉親だからか、ステム世界において特別な姿だからか、どちらにしても他の被験者を殺害するたびに影響力を奪い続け、今では近づくだけでステム支配へと導くもの。それがお前であり、お前の相手である。自分の娘の記憶を少しでも取り戻し、ステムから脱出できるか、お前自身を殺してみろって。ブラックキーパー。ああなるほど。金庫頭を消せ。ちょっとっとっと、痛い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 。はっ、自分もダメージ受けてる。
くらえ、わあ、全然効いてない。うわあ、物理か。ああ、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 まあ、だいたいボス戦は3回で終わる法則が。何それ、何やってきてんの。あ、いた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 。ほら。いやー、こいつ強え、この野郎。だが、とうとう終わりの時が来たようだな。だー、うしゃー、どうなるのこれ。首が。実証実験報告書、脱出の成功。父親が死んだことでその娘の記憶は奪ったものから奪われたものに返り、彼女は唯一の被験者となったことでステムの接続から覚醒を持って脱出することができた。ルビクがレスリーの肉体をよりしろにステムから脱出したと推測する件は、今回の実証から確実性をさらに増すことになり、我々の目標実現において大きな進展となった。彼女は今後我々の管理のもと記憶の保全状態を引き続き調査することになるだろう。父親はステム内で絶命したが脳死には至らず。以上をもって今回の実験を終了する。悲しいな。はあ。
はい、というわけでサイコブレイクザ・エクソキューションの終わりです。なるほどね、これな、2大丈夫かな。2も同じような感じなんですよね。セバスチャンが娘を助けに、はい、行くっていうお話なんで、セバスチャン最後死ぬんじゃねえか、これ同じような感じでしょう。娘助け出すには、まあ、ルビクもそうやってレスリーをね、レスリーの記憶を完全に、なんだろう、奪い去るっていうか、そうすることによってルビクはレスリーの体を奪っていったわけだからな。あれ、被験者を殺していくことで、要はお父さんになんか記憶が言ってたのを最後、父が死ぬことによって娘にこう移ったってことなのか、そんな感じなのかな。いやー、いや、まだサイコブレイク2がストアに並んでないんですよ。10時ぐらいかな、やっぱり並ぶのは。かもね。ないもんな、最後ブレイク1しかね。
はてなはてなはてなってなんだ。うわ、ショップで刀が購入可能になりました。あ、セバスチャン戦セバスチャン戦って。絶対強えんだろうな。無駄に勝てんだろうな。まあいいや。それはまあ。おお、ガタガタ動いた。はい。というわけで、まあ時間もあれなんで。ねえ、これで2に心置きなく2を遊ぶことができる。最後の努力はあっさり系でしたね。そうですね、もう最後はね、逆に第1弾第2弾レベルのボリュームだったらやばかった、まあ、それでも1時間ちょっとぐらいかかりましたからね。まあね、最後はもう敵を爽快か、もうぶっ倒すと気持ちよく敵をぶっ倒せる DLC でよかった。間違えた。はい、というわけでお疲れ様でした。